けメガネアクセサリー、リコードでございます。今回ご紹介するのは、マツダ車のエンジンスターターの電池交換ということなんですが、非常に簡単にできるタイプでありまして、それをちょっとご紹介したいと思います。今回ですね、マツダのアクセラというハイブリッド車のですね、純正エンジンスターターですね。もう北国では非常に超暖気運転の時はこれで屋内からこのスイッチでエンジンかけて温めることができるんで、これ簡単にできるっていうことですね。工具いりませんので、実際ここを開けるとこう蓋がポンと開きます。そしてこのリチウム電池ですね、2032というこういう電池がこう2個使ってます。これちょっと素手で触らない方がいいですね。ショートしますんでね。こういうゴムサック使うか、あとこういうプラスチックのピンセット使って。で、この状態ですと、もうボルトがありませんので、全くこう出ませんね。で、これを今新しい電池。簡単ですから、こういう。こういう電池はホームセンターとか、電気屋さんでも、大きい家電販売店ですね。でももう十分置いてますので。で、これで OK でございます。もうすぐできますので。ね、大丈夫ですね。